おはよう、はるか。おはよう、はるか。はるかです。この人もあれやな、人のこと何とも思ってないな。ぽやんとしてます。穏やかです。何やと思ってんやろな。わかりません。お母さんが優しかったからね。穏やか。これ第三者触ってもいいの？そうやな。だって餌なくても触っとったもんな。お家でも触れるか。もう左手をあそこにかけてる、あの調教台の端にかけて前にピョッて進めるように。でもこの C とかは分かるから、分かってるかと思うんだな。いやそれにしてもすごいな、大人も嫌がるやろ。腹ついた、腹ついた、今ので腹ついた、腹ついた。なるほど。あ、来ました。お、来た来た来た。よし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 。すごい、ええやん。よしよしよし、この作戦成功でございます。この作戦成功か。はるちゃん、はるちゃん、はるちゃん。動かないことやね。よいしょ、よいしょ。はい、まだまだまだ。何これ、タオルあったの？タオルあったの？知らなかったな。あーもうなんか日向そっくりやな。マジで？ねえ。え、お母さん同じだったっけ？一緒。お父さんは？そう、いいよ触って。もう全然日向と違うやん、反応が。恐怖だもんね。ありがとう。そうよ。うん。ひなたも多分こんなんだね。そうかな。これがちょっと人にちょっとあれされすぎてあれになってしまった。やっぱりなってしまった感を持ってるんやな、感想として。ああ、なっとるよ、あれは。あれは完全にあそこにおったからの形成、あの整形、形成されたものやろ。でも元はこんなやったんちゃう？元の整形商品の多分。カナタみたいな感じせえへんもんな、なんか。人工じゃなかったとしても、なんかそんな気がする。なんなん、もうあっち行ったら右、どこ行きたいの？